唐蜜している熊チ花の下部に食いつき、花粉に触れずに、蜜集めをしている。西洋大丸花鉢の冷凍蜜とは、昆虫や鳥などの動物が受粉を行わず、過蜜の実を奪うこと。倉庫な生態学、動物行動学用語。花で蜜を分泌する、皮脂植物は、その蜜で動物を誘引し、動物に倉庫なさせるように強振化してきたと考えられている。 そのような動物は、倉庫な者として植物に利益をもたらしている。一方、放火動物の中には、蜜の実を奪って、十分に関与しない者も,もおり、糖蜜者と呼ばれる。釣船草では、倉庫な者として振る舞うパラマル花バチが、前提下では糖蜜者となるなど、糖蜜、倉庫なの別は、植物と動物の相互関係で定まる。糖蜜のパターンは田中によれば、 花弁やウテナの間から蜜を吸い取る。蝶やがは、長い興奮で蜜線から直接蜜を取る。花よりも、相対的に小さな体であるため、薬や中等に触れないで、花の奥に潜り込み、蜜を取る。花に穴を開ける、または花を引き裂いて、蜜を取る。蒸気4で開けられた穴を利用して、蜜を取る。の5種類に分類されている。 桜の花蜜を吸う野鳥のうち、目白やヒヨドリは顔を花粉で黄色く染め花粉を運ぶ、倉庫なしであるが、スズメは花の根元をくちばしでちぎり、蜜の実を吸う倉蜜者である。昆虫の場合、蝶目、アリアザミウマがよく観察されると蜜者である。また、多くの花の有力な倉庫なしである。花鉢類も、体の大きさと花の大きさが合わない場合は、 倉庫なを行わずに糖蜜を行う。特に体の大きいクマバチや大丸花鉢類は、しばしば先行糖蜜を行う。植物には、糖蜜に対抗するような特徴を持つものもある。花筒の保護上部長くなどで花筒を保護する。花器に、額から粘液を分泌してありなどの侵入を阻止する。蜜の分散菊く化植物のように小さな花が集まった、登場花状果樹を作り、蜜を小分けにしておく。 動物は、一つ一つの小鼻から倒密するよりも、頭鼻上で蜜集めする方が効率が良く、結果、倉庫なを行うことになる。防御用の空間マンテマホタル袋などは、鼻の外部から穴を開けても蜜線が現れないように、蜜線までの間に空撃を作る。蜜線の位置が不定。長橋すみれでは、蜜線の位置が不定であり、鼻の外部形態から、蜜線の位置が不明である。したがって、 外部から鼻に穴を開けて透密することが難しくなっている。ありがとうございます。